遥かのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、はるかです。今日は韓国国防部、日韓で軍事情報共有する協定、安保面で必要をお届けしますね。韓国国防部のムン・サンギョン報道官は12日の定例記者会見で、韓日の軍当局間で北朝鮮の核・ミサイルの脅威に関する情報共有を活性化させる軍事情報包括保護協定、ジーソミアを締結する問題について質問され、ジーソミアは安全保障としては必要な面があると答えながらも、締結に向けては国民全体の理解が必要と見ているとした。ムン報道官は日本に外交ルートと軍事当局間の接触を機に韓国の立場を伝える一方、韓日間の協定が必要という雰囲気があることに対し国民の意見を聞いていると説明した。韓日は韓米日参加国間の情報共有の取り決めに基づき米国を介して情報を共有している。しかし北朝鮮が9日に5回目核実験に踏み切ったことから、韓日間でジーソミアを締結し効率的な情報共有を図るべきだとする声が高まっている。日本の稲田朋美防衛相は10日に韓国のハン・ミング国防部長官との電話会談でジーソミア締結を促したが、ハン長官は国会と国民の理解が必要だとする原則的な姿勢を示した。ムン報道官は日本側が早期締結の必要性を言及し続けている。韓国政府と軍は国民の理解と協調を十分確保することが必要との基本的な立場を堅持していると述べた。ネットの反応、親日剤じゃねえのかよ、調印式でドタキャンしたの誰だっけ、サードのデータ連携するだけだろ、無理だろ、反日に飼いならした国民と議員が許さない、調印の前に韓国が心変わり、ドタキャンしといて今さらふざけすぎ、もう国民調書法を憲法に明記して可視化しろよ、面白いから、まず竹島だな、隣に核があっても敵は日本だもんな、笑うしかない。ここで気をつけなければならない点は日本が韓国から情報をもらうという点です。あくまでも日本は情報流路で韓国の下流に位置しているのです。北朝鮮情報を流してほしかったら上流の人の気分を害してはなりません。韓国海軍では北朝鮮の SLBM 搭載潜水艦は追跡できない。日本の領海から発射してソウルに打ち込むことも可能だぜ。まず情報が正確なのか、捏造情報を高く売ろうとしているのか見極めが大切。え、今さら？で、中国にこっそり教えるんだろ？必要ないわね。日本にもアメリカにも情報は渡さないって言ってなかったっけ。韓国の持ってる情報を高く見せつけるための口八丁ですね。真に受けてはなりません。成果台は世論も議論もコントロールできない。まず無理だろ。いざって時信用してできないやつを自軍につけると怖いよな。国民情緒最優先でどうぞ。必要じゃねえよ。情報が全部ダダ漏れになる。情報は上手に漏らせば武器になる。日本がそんなことできるとは思わないけど。不要。は？調印式直前にドタキャンしておいて今更必要とか言うなや。しかし北朝鮮って韓国に挑発するのうまいな。それと朝鮮戦争の再開なら日本じゃなくて連合国軍に頼め。またドタキャンしろよ。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。またグッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。